練馬区立朝日が丘中学校は東京都練馬区にある区立中学校。2019年5月時点の生徒数は7学級156名である。学校教育法の施行に伴って練馬区で開設された中学校13校の一つ。心身ともに健康で思いやりのある生徒自主的に学び、考え、実行する。 生徒地域社会の一員としての自覚と誇りを持つ、生徒校舎は、北校舎と南校舎。体育館と二十五メートルプールを併設している。通常は使用されないが、相撲の土俵が存在する。かつて九百五十二年に相撲部が設立され、しこなや番付など大相撲そっくりに運営する、部活動として話題になったが、九百六十五年に廃部となった。 その後は、相撲部の同窓会が、少年相撲教室を開くなどして利用されており、1990年代には、相撲部が復活したこともある。朝日川丘中学校には、特別支援学級 D 組を併設している。学区はおおむね五大駅等東であり、板橋区、豊島区、中野区と接している。区立中学校選択制度があり区内の遠方から、通学している生徒もいるが、 学区指定による小学校は以下の通り。院は小中一貫教育グループの構成校。なお本校及び朝日川岡小学校は10年以上にわたって6。学級が継続する過小規模校で回復の見込みがないこと。小竹小学校も小規模であること。3校とも建築年数が60年に近く改築が必要であることから。 2016年に将来的に3校を統合して、小中一貫教育校を新設する方針とした。その後小竹小学校の児童数が回復したことから、まず、旭日川小学校と旭日川中学校を改築統合して、小中一貫教育校とし、その後小竹小学校の統合について検討する方針となった。ありがとうございます。